フェリックス・ホーフマンはドイツの科学者、バイエルによってヘロインの名前で有名になったジアモルヒネを再合成したことで有名。アスピリンを合成したことでも知られているが、彼が自身のイニシアティブでこれを行ったかアーサー・アイコノの指示の下で行ったかどうかについては争いがある。1868年1月21日にドイツ、 ルートビヒスブルクで実業家の息子に生まれる。1889年、薬学を勉強するために、ルートビヒマクシミリアン大学ミュンヘンで科学の勉強を始め、1890年の薬学の試験でそれを終わりにした。1891年にミュンヘン大学を優秀な成績で卒業した。2年後、ジヒドロアントラセンの特定の誘導体についてという、 大の論文を完成させ、博士号を取得した。これも有等であった。1894年、バイエルに研究科学者として入社した。1897年8月10日、バイエルでアーサー・アイコノの下で働いていた時にアセチル・サリチル酸を合成した。サリチル酸と酢酸を組み合わせることで、科学的に純粋で安定した形の ASA を作り出すことに成功した。 これらの結果の検証を担当した薬理学者は最初は懐疑的であったが物質の有効性と許容性を調査するためのいくつかの大規模な研究が完了するとそれが鎮痛、解熱、抗炎症物質であることが分かった。その後同社はこの有望な有効成分を医薬品として供給することを容易にする費用効果の高い製造過程の開発に取り組んだ。 1899年に最初はガラス瓶で供給された粉末としてアスピリンという商品名で初めて販売された。また、チャールズ・ロムリー・アルダー・ライトにより以前に行われたジアモルヒネを合成した。アスピリンの合成後、ホフマンは製薬マーケティング部門に移り、1928年に引退するまでそこに所属した。 彼はアスピリンに対する完全な異議を与えられた。結婚を一度もしたことがなく、1946年2月8日にスイスで死去した。子供はいない。ホフマンは1934年に出版されたドイツの百科事典の客中でアスピリンの発明者であると最初に主張し、 父が当時リウマチを治療するのに使用できた唯一の薬であったサリチル酸ナトリウムの苦味について不平を漏らしていたと述べた。関節炎の治療に使用されたサリチル酸ナトリウムの大量投与は通常胃の内壁を刺激し患者に少なからぬ痛みと刺激を引き起こした。彼はより酸性の弱い構造を探し、そのことが他のサリチル酸需要の治療特性を持つが、 胃の炎症を引き起こすと考えていた強い酸性度は、有していないアセチルサリチル酸の合成に導いた。代わりに、アスピリンの開発について、栄誉を受けるべき人の情報も提供された。1949年、モトバイエルの従業員、アーサー・アイコノは、いくつかの関連する化合物の合成とともに、 アスピリンの計画及びホフマンによる合成を指示したことを主張する書類を発表した。彼はまたアスピリンの最初の秘密の臨床試験を担当したと主張した。最終的にホフマンの役割はアイコノの過程を使用した最初の実験室での合成に限られておりそれ以上のものはないと彼は主張した。グラスゴーのストラスクライド大学の薬学部のワルター。 スニーダーが事件を再調査し、実際にアイコノの説明は説得力があり正しいものであり、アイコノはアスピリンを発明したと栄誉が与えられるにふさわしいと結論づける1999年までアイコノの主張は無視された。バイエルはプレスリリースにおいてこのことを否定し、アスピリンの発明はホフマンによるものであると主張した。2002年全米発明家殿堂に入った。 ありがとうございます。